ウイニングクローのリーダーレスの 5g。 テキサスでもいいんだけどね、テキサスだとちょっとオープンなところでの誘いがいまいちだから、リーダーレスの方が結構綺麗にアクションが出るんで、まあカバーに入れたりちょっと外側をやったりするんで、テキサスじゃなくてリーダーレスにして、まあ何でもっつうか、ある程度何でもできるセッティング、まあ、DS オフセットの30はウィニングクローはまあベストマッチなんだけど、まあこれにまずスプリットリング、スプリットリングがあって、それにまあフックとスイベルでシンカー、この3セット、これがリーダーレスダウンショットってやつです。でこれにウィニングクローのまあ手をポッチョピポッと外してやって、でこれをこんな感じで刺す、で返して、でもう極力下の方、この下の方にこの辺りから刺してピコッと抜いてやると、まあほぼこの針先のベンドとワームのベンド部分がほぼマッチするので、まあ、こんな感じで最後埋め込んでやると、まあ、これで完成。釣れたなんか嬉しいな、なんか嬉しいなおい、まあ、カバーも、まあ、テキサスでもいいんだけどカバーなんで、まあ、ただこのカバーもやりつつ普通の護岸とかもこの先あるんで、ちょっとテキサス だと、まあ、普通ボートだったらテキサスの16ポンドで、まあ、3.5 から 5g ぐらいで打つんですけど、まあ、ボートじゃないんで1本しか持てないんで、おかっぱりだと、まあ、カバーもやりつつちょっと普通の護岸とか巾着みたいなのもやりたかったんで、まあ、それで 5g のリーダーレスにしてとりあえず打ってた感じです。でこの手は、まあ、最近のね、まあ、これウィニングクロー出した時はまだそんなにこうあれだったんですけど、こういう系のワームは結構やっぱ出てるんで、最近強く動くと食わないから、もう鼻からこれ手の部分切っちゃう、この部分をピッと切ってやるとこういう感じになるんで、まあ、動きがカーリー系になるんで、こうなると、まあ、弱い。もう最近はもう鼻から切んないと結構食わない、あんまりブリ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 水動かすとすげえバスが嫌がるから、まあ、それでもね濁った時とかちょっと強く動かしたいっていう時は切らないでそのまま使ってもらっていいと思うんですけど、カバーをこうやってやっててもこういうのが出てくるんですよね。だからカバーだけだったらテキサスでいいんだけど、こういう杭とか護岸とかこういうのは結構しっかりこうワームが動いてくれた方が誘いやすいんで、テキサスだとツン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 みたいな、綺麗に誘えないんですよ。だから綺麗に誘えるリーダーレス、まあ、カバーにも強いし、ウィニングクローはねこの水系では定番っていうか一番ベストサイズだから。
っしゃでかい。あそこのすごいところにいたな。あれは岸からじゃないと無理だな。あそこの今何回か撃ったんだけど、隙間わかるかな。えぐれの下、ここのちょうどね、えぐれのこの下にが空間になってて、外側落としても来なかったんだけど、今中入れたのに、ウィニングクローちょっと取れちゃったけど、5g のリーダーです。軽くおかっぱりした感じなんですけど、まあ、朝からどんぐらいだろう、3、4時間ぐらいやった感じなんですけど、まあまあちゃちゃっと、終わりなんですけど、まあ霞水系もまあ結構ね、あの川とか入っていくと難しいんですけど、まあ、あんまりこういろんなルアーをバシバシ投げるより、意外とこうなんていうんですかね、まあ、単純にこう、まあ、便利なというか、対応力の高いルアーでひたすらこういろんなところを打っていくっていう釣りをした方が意外と釣れたりもするんですよね。で今日は、まあ、ちょっと普段あんまりやらないそういうスタイルで、やってみました。なので、まあ、カバーとかも、まあ、水門とかもいろいろ特にこう決めずにもうバンバン打っていくと。で、まあ、今回そうやって対応したのが、まあ、ウィニングクロー、ウィニングクローの、リーダーレスダウンショットの 5g です。まあカバーも入れられるし、普通に、まあ、杭とかも打てるし、まあ、さらにこうシェイクしても誘えるしっていう、でスイミングもできるっていう、本当に、何でもできる、リグなので、まあ、ぜひこんなのを試してみてもらって、もういろんなところを打ちまくって見てもらえればなと思います。まあ、軽くおかっぱりでした。